皆さんこんこにちは今回は AO 推薦入試プレゼン対策内容の準備に関する注意点についてお話ししていきたいと思いますまずは内容の準備の要点についてお話ししていきますね要点は3つあります1つ目が課題を正確に理解するということ2つ目が 提案アイデアには十分な時間をかけるということ3つ目が合格者のプレゼン内容もチェックするということこの3点が重要だということを前回もお話ししたと思いますそれでは一つ一つ詳しくお話ししていきたいと思いますはい1つ目課題を正確に理解することこちらどういうことかといいますとですね 毎年なんですけれどもこの栄養推薦入試のプレゼン課題というのは非常に複雑なため意図を勘違いしてしまっている受験生が多いんですねこの求められている内容とは違う発表してしまったら0点になってしまうので本当に気をつけないといけません課題というのは募集要項に細かく載っています何かわからないこと迷ったときにはこの募集要項に立ち返って 確認をししてほいいと思いますすつ目です提案アイデアには十分な時間をかけるということこれについてはですねやはりプレゼンの最も相手が聞きたいと思うところがこの提案であったりアイデアなわけですからよく練ったものででなななければならないですしかしながらこの審査官の印象に残るということは大切なんですけれども 奇想天外なアイディアであったり奇抜な演出そういったものは必要ありません十分に考え抜いた提案というのはやはり思いであったり熱意こういったものが伝わってくるのでよく自分の中でも腹落ちしているアイディアであったり提案それを相手に訴えかけることが大切ですね三つ目です合格者のプレゼン内容もチェックするということ こちらはですねやはりゼロから一というのを生み出す必要はないんです全部すべてオリジナルというものでなくても構わないのでまずはやはり合格した人のプレゼンというのは参考になる部分が非常に多いですのでそちらをチェックしてみてくださいどのようにしたら合格者のプレゼンをチェックすることができるのか例えば高校の先輩に聞いてみるでありますとかあとは高校で合格した先輩がいなかった場合には 実際志望校のオープンキャンパスですねそちらに行けば在校生の方 AO 推薦入試で受かった方がプレゼンについてアドバイスしてくれることもありますただ大切なのはそっくりそのままコピペしてしまうのではなくてあくまでも合格した先輩のプレゼン内容を参考にしながら最終的にこう自分の頭で考えたプレゼンを作っていくことこれが最も大切なんですね はい、今回は以上になります。それではまた次回お会いしましょう。